ジョーダン EJ14 は、ジョーダングランプリが2004年の F1 世界選手権、参戦用に開発したフォーミュラワンカー。2004年イギリスグランプリに、先だって EJ14 で、ロンドン市内を、デモ走行するナイジェルマンセル EJ14 は完全な、新車ではなく、前年度の競争力に欠けた、e、EJ13 を大きく改良したものであった。シャシーは、 新たな空力パッケージとフォードのバッジを付けた強力なコスワースエンジンが組み合わされた。また、フロントサスペンションはツインキールからシングルキールに戻された。しかしながら、チームの予算はわずかで、シーズン前およびシーズン中のテストはほとんど行われなかった。当然のことながら EJ14 は前作の EJ13 同様に競争力に欠ける。 車両となった。トップスピードの不足はパワーにかけるエンジンのためとされ、チームはジャガーが使用するワークスエンジンとは異なるエンジンが供給されたと主張した。2003年シーズンの後、チームはようやく冬休みを乗り切ったが、大口スポンサーがなかったため EJ14 はレースごとにカラーリングを変更して走行した。EJ14 が初めて発表されたき 死んでいたチームが蘇ったとして車体にはラザロラザロのメッセージが描かれた。この他にもシーズンを通してエンジンカバーに様々なメッセージが描かれた。バーレーン政府が2004年から開催されるバーレーングランプリを祝うためにエンジンカバー上の権利を購入しその絵柄を決定していた。オーストラリア GP ではハトが描かれ、サンマリノ GP では アイルトンセナの死から10周年を記念して彼の肖像が描かれた。ドライバーはザウバーから加入したニック・ハイドフェルドと新人のジョルジオ・パンターノ。パンターノがチームを離脱するとテストドライバーのティモ・グロックが代役を務めた。第8戦カナダ GP ではウィリアムズとトヨタの計4台のマシンがブレーキダクトの規定違反でレース後に失格となりグロック7 ハイドフェルド8位とダブル入賞を果たした。最終的に獲得ポイントは5で、コンストラクターズランキング9位だった。ありがとうございます。